レジナルド・ハーグリーブス・ハリスは、イングランド、グレーター・マンチェスターのベリー出身の自転車競技選手。レッグ・ハリスとも呼ばれていた。16歳の頃より、マンチェスター自転車競技場で、レースキャリアを積んでいたが、1939年に、第二次世界大戦が勃発し、後に、第10ロイヤル・フザース連隊に入隊。一方で、自転車選手としての夢を断ち切れず、 1944年の英国選手権個人スプリントに出場し優勝。以後1947年まで同種目4連覇を達成した。また1947年の世界自転車選手権アマ、個人スプリントで優勝。翌1948年開催のロンドンオリンピックでは個人スプリント、タンデムスプリントに出場。共に、 金メダルの期待が寄せられたが、同大会3ヶ月前の街道練習中に椎骨などを骨折。さらに3週間前に出場したレース中に、今度は肘を骨折するアクシデントが影響し、共に銀メダルに終わった。1949年にプロ転向。戦争の影響やオリンピック直前のアクシデントといった不運が、 つきまとったアマチュア時代を払拭する活躍を見せることになる。同年の世界選手権、プロスプリントでは、ヤンデルクセン、アリー・ファンフリートといったオランダ勢を一周して優勝。以後1951年まで同種目3連覇を達成。また、1954年にもファンフリートを破って優勝を果たした。1955年にイタリアのアントニオ・マスペスが、 同種目で初優勝を果たすと、以後の同種目においては、マスペスの天下の時代が続くことになる。1956年の同種目でこそ、マスペスに次いで2位に入ったものの、翌1957年のシーズンを最後に引退することになった。そして翌1958年、長年にわたる活躍が認められ、大英帝国勲章が授与された。引退後は、 実業家に転身。自身が経営していたファローフィールドスタジアムをレッグハリススタジアムと解消したほか、マックルスフィールドで自転車製造も営んでいた。ところが1971年に現役復帰することになる。しかも、1971年の英国選手権スプリントでは3位に入った。この成績だけでも驚くべきことだが、 54歳の1974年には、なんと、同種目で優勝を果たした。また、1975年には、同大会同種目で2位に入ったが、同年に2度目の引退となった。なお、ハリスが、自転車競技選手としてのキャリアを積むきっかけとなった、マンチェスターベロドロームには、自身の銅像が展示されている。ありがとうございます。